Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich hatte gerade ein Säbchen hier. Laila, Doshiha omitsuke hatta mitai ya na. Yokatta wa, honma ni. Arigatou gozaimasu. Mukashi no ajimi nan da yo na, futari wa. Ichijiki, Nurumin tenzoku no minasan to tabi o shita koto ga aru ndesu no. ライラハンはうちらの憧れでな一族49人まとめて陪審にしてんかって頼んだこともあってんで契約しなかったんだええいいお友達でいましょう言われてな罪な女のいやいや49人は多すぎだろ悩んでほしいみんなセンチメンタルな旅に出てしまってえなんでそうなるんですか罪すぎる女にそんなこと言われましても気にせんでもええわうちら基本ポジティブやしみんな思い出をここにしまってベシェロン思い出はどうでもいいけど、okay. ノルドモが役に立つのは事実よ見つけたらとっ捕まえましょう氷魔になったらかわいそうだしなまた仲間に会えたら嬉しいわ。お役に立つさかい。あ、スカウトフィンディング、brauche ich nicht unbedingt, wenn ich sowieso mehr Geld bekomme, wenn ich Gegner töte. Also kann ich. Ihr ruhig. Das Ding geht noch mal so. What the fuck? Alles klar. Gasthaus. Gasthaus, Gasthaus, Gasthaus. Wann ist Gasthaus? Da nicht. Hilfe. Ja. Da war eine Sequenz. Honto, Nurumin no chikara tte omoshiroi na. Kao hodo janai kedo, Nurumin-san tachi no utasuke nouryoku wa subarashii desu wa. Sorezore kouka mo chigaimasu shi. Kao wa kanzen ni onaji nano ni ne. Kumiyawase kata de kouka ga kawaru nda yo na. Namaiki sugi, Noru no kusen. Hai.組み合わせられるノルミンさんの数も増えていくはずですわノルかけるノルイコールノル地獄ノルミンに厳しいよねエドナは別にただちょっと因縁があって問い詰めたいことが77個苦情が108個訴えたい案件が32個あるだけよ複雑なんだな装備品のスキルについて詳しく教えてくれないかいい心がけですわ。まずは基本スキルについて学んでいきましょう。基本スキルは10のグループと5の属性に分類されるわ。よって全部で 10×5。計算できる。この50のスキルの名前を持つノルミンさんたちがいまして、効果を引き出す能力をお持ちです。気に入ったスキルがあったら、あいつらでも見つけて、地の主へ送り込んでコキ使ってやるといいわ。グループと属性。これは能力を整理する目安になるだけでなくボーナススキルに関わってきますわ OK ここでお時間ですではまた来週お会いしましょうお時間来週質問は What the fucking hell Leider ist wieder der Joker bei uns in der GruppeAber es ist klein eigentlich, das Gasthaus hier. Drei Räume?
Am Ende werde ich deswegen gesperrt. Bei YouTube, die Monetarisierung. Ist der Aufgang oder was? Hm. Heki, heki. Kino, du hast die Netz da, ne? So, nun, da, ne? Oi. なんでボケた僕が突っ込まなきゃならないんだ。いつものスレイだな。よかった。スタース。どうし殿。いいところに。エギウさん。橋の話聞いたよ。すっごいね。あれは、まあ。まあ？何でもいいけど、受け取りのサインちょうだい。え、俺？追加の薬よ。ネイフトって人から頼まれた分だ。不景気な顔すんなって。そうだな。あと、伝言。マーリンドに向かう傭兵団を見つけ、町の警備を頼んだのですが、断られてしまいました。エリー・レイクに援軍を要請しましたが、少し時間がかかりそうです。Kann auch gut imitieren。傭兵団、その手が。傭兵に兵馬が倒せるだろうか。ハウンド毒球は無理でしょうけど、ただの動物兵馬くらいなら。凶暴だけど見えるし、所詮雑魚だし。けど、警備を断ったって。私が頼んでみます。誠心誠意。 Könnten wir machen. Kannst du nicht nacken, darauf nur ich. Höchst Blutin! 伝言を伝えてくれてありがとう。 OK. そんな面倒なことしてんの？Es kann. なんでって、困ってる人をほっとくの嫌だから。わかった。スレイが変なやつだって。さて、薬はどこに？聖堂に頼むよ。承知した。ね、Alles klar. 傭兵団を見なかった？マーリンドに向かったっていう。小町の傭兵団なら一緒だったよ。この町にいるんじゃないか？補給をするって言ってたから。Alles klar. Die Pferde wissen natürlich alleine, wann sie loslaufen müssen. Was?Leckt's noch mehr irgendwie? The fuck, ich muss unbedingt PC neu starten, mal. Mal gucken. Wenn's noch schlimmer wird. Wobei es schon schlimm genug ist. Merkt's auch, oder? Okay, ich sage! Konna bis so eine Matschini, nagai wa myo da! Nani wa atta no? Seido wo so to shita yaken no mure wo aitsura ga taoshita no sa!いや、見事な連携だったよ。あの犬、ヒョウマですわ。ただの雑魚じゃないよね。人間にしてはだけど。あの、頼みがあるんだけど。ああ、俺たちは木立の傭兵団だ。ガキの子守は受け付けてないぜ。あなたたちにしかできない仕事だ。団長のルーカスだ。仕事ってのは？しばらくの間、マーリンドを守ってほしい。ああ、前にも頼まれたが断った。疫病の町の警備なんておっかなすぎる。団長、こいつ、噂の同志です。橋の奇跡のか？
こんな若造って冗談だろ。マリンドを元に戻す方法を見つけたんだ。それには町を開けなきゃならないけど、警備隊は疫病でまともに戦えないし。代わりに俺たちがってか。俺たちを利用して美味しいところを独り占めする腹なんじゃ。そんなことはしない。口で言われてもな。じゃあどうすればいい。教えてやるよ同志様。傭兵ってのは金で動くもんだ。本気ならこれから言う金額を持ってくれ。Ja, wie viel Money will er haben? Och so, klar. Hey, 思ってた同志とは違うな。ちょっとは信用できそうだ。金を出せば信用するのか。じゃあよ、なんで動いたらご満足なんだ。使命感や義教心だ。俺の部下が疫病で死んだとしてだ。そんなもんが残された身内を世話してくれんのか一生。それはだが、金があれば報いてやることができる。俺は部下たちとそう契約してる。だから奴らは命がけで戦えるんだ。Man sollte schon irgendwo einen Grenzpunkt kennen, wo man kein Geld mehr brauchen sollte oder nicht unbedingt annehmen musste.契約を重んじる人がそんなことしないさ。合格だな。仕事だ野郎ども。全体でマーリンドの警備に当たる。1、2番隊は外周、3番隊は市内を固めろ。警備隊 A は俺が話をつける。同志直々の依頼だ。気合い入れろよ。Bra. Hat sie gerade so gemacht? Wirklich? Ich hab 28.000 Gold. 5.000 da Pussy Move.Philipp geht Schlitten. Philipp geht Schlitten fahren. Oh, ich hab schon wieder Gespräch. Dein Ernst? Bonus Skill じゃないの？聞く側が段取りを指示すんな。黙って聞け。はい。すべてを一気に説明しても得策ではないので、早めに獲得するものについてお教えします。ステータス系、これは基本ステータスを割合で上昇させます。なので得意分野を伸ばすのが良いですわ。ヒットポイント系は体力に関わるものよ。ダメージ受けがちなら重点的に集めることね。当たるな。いや、カピー。カバーポンテ。現実を明確にするには。Kein anderes KP. Ich kenne nur HP und EP eigentlich. Life Points und Hit Points.Kapi. Es ist mein Tag vergangen. Mensch, Büchern. Antonio, dann.
Bitte die mächtigen Schuhe. Südwest. Kawaii! Dein Ernst? Antonio dann. Okay. Wir sind jetzt raus und machen erstmal hier wieder eine Pause. Danke, dass ihr diesmal zugeguckt habt und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.